横須賀海軍航空隊とは、大日本帝国海軍で最初に設立され、終戦まで存続した航空部隊。航空隊要員の教育、練成、新型機の実用実験、各機種の戦技研究を担当した。有事の際は、東京湾防衛の任につくことになっており、戦況の押し詰まった1944年2月からは、実戦配備にもついた。 1912年に発足した海軍航空術研究委員会は日本海軍航空隊の基礎を作ってきた。航空機の国産化が始まり、搭乗員要請も軌道に乗ってきたことで、さらなる航空機の整備、拡充を図るため1916年に航空隊三体計画が成立した。同年4月1日、海軍航空術研究委員会を発展解消させる形で、 横須賀海軍航空隊が神奈川県横須賀市を井浜に開けたいした。1923年9月1日、関東大震災により施設、機材に大きな損害を受けた。1930年6月1日に海軍飛行予科練習生の一期生が入隊、以降昭和14年まで横須賀で予科連の教育が行われた。1932年頃より、 ゲン田サーカスと呼ばれるアクロバット飛行隊を作り、国民に海軍航空隊のアピールを行った。1941年12月8日太平洋戦争開戦。1944年2月より実戦配備につく。6月15日、アゴー作戦発動に伴い、第27航空戦隊と8万空襲部隊を編成し、 マリアナ方面の御詰めとして洋島へ進出した。度重なる空戦と洋島への爆砲撃により、7月4日までに全機材を喪失。残存隊員は輸送機で横須賀に帰還するが、一部の隊員はそのまま陽島の守備につき、後に玉砕した。その後は九州に進出しての特攻攻撃援護、及び関東畜防空戦に従事した。後地は、 現在、主として日産自動車大い浜工場。指令は日本海軍史第9巻、第10巻の召喚履歴及び官報に基づく。ありがとうございます。